人工衛星打ち上げ用空中発射ロケットとして実績のあるペガサス。空中発射ロケットとは、ロケット推進以外の手段によって航空まで輸送され、発射されるロケットである。上空への輸送手段としては、航空機や気球が用いられる。友人、無人を問わず飛行中の航空機から、パラサイトファイターのように別の航空機を発射するという、手段は飛行船から、 飛行機を発射したりすると、古くから行われてきた。航続距離と最大速度の両立は困難だったため、空中給油が普及するまでは一部で行われた。その後、一部の軍用機や研究機で行われた。その後、人工衛星を打ち上げる手段として着目されるようになる。成層圏における空中発射ロケットの点火。上から、 母機の NB-52B、随伴機、ペガサス。また、車上の緯度によらず任意の空域で発射することが可能であるため、目標とする軌道に合わせ最適な条件で発射することが可能である。同様に公海上を発射空域に選択することが可能であり、燃焼後のロケットやフェアリング等の飛行に伴う落下物や不具合発生による。 指令破壊後の落下物に伴う飛行経路直下及び、その周辺領域の飛行安全確保が、比較的容易である。日本のように、漁業活動に伴って、打ち上げ時期の制限が存在する場合においては、この制限を回避する手段としても有効である。母機の搭載方法の問題や、搭載能力に限界があるため、大きな推力を必要とする大型の人工衛星や、 大きな増速を必要とする惑星探査機の打ち上げは困難である。また、年間飛翔機数が少ないと母機の維持費がコストを押し上げ、結果としてその分高いコストになる場合がある。NASA の NB-52B から切り離されるペガサス。先端にはスクラムジェットエンジン実験機 X-43 が取り付けられている。 ペガサス XL を切り離す OSC スターゲーザー。B-52 に喧嘩された、X、X-51A の試験機ボーイング747コズミックガールとランチャーワン主に、パラサイトファイターや、空中発射弾道ミサイルの技術を継承して、開発されたものである。母機の翼下に喧嘩する方式や、胴体下に喧嘩する方式、胴体上に搭載する方式、 胴体内に搭載する方式などがある。専用の母機を開発する場合もあるが、コストの面から青音速航行が可能な旅客機や輸送機、超音速航行が可能な戦闘機等を改造した機体が用いられることが多い。低コストな人工衛星打ち上げ方式として各国で検討が行われており、 将来的に二段式宇宙輸送機を実現することを目標とした検討や要素技術の研究開発も行われている。2021年現在人工衛星打ち上げ用途として実用化された例はノースロップグラマン社のペガサスとバージンオービットのランチャー1のみである。歴史的にはアメリカ海軍の開発したパイロット2が最初の試みであるが 打ち上げはすべて失敗している。2012年から F-15E 戦闘機を利用する位置、液水神系を使用したアロッサ計画が国防高等研究計画局によって進められていたが2015年に中止された。気球に釣り下されたディーコンロックンジェームズ・バンアレンらが1949年に提案した方式であり、ロックンと呼称される。 主に科学観測や技術試験用との弾道飛行で用いられる。ルーマニアはハースと呼ばれる人工衛星打ち上げ用のロック運を開発中である。日本でもかつて旧東京大学生産技術研究所アベッサパンがサティル運計画などで衛星打ち上げ用ロック運の検討を行っていた。マイクロ衛星打ち上げ用空中発射システムに関する 調査研究報告書無人宇宙実験システム研究開発機構2007年3月。ありがとうございます。